はい、どうも大輝です。今日はですね、この謝税の時期にやってきました。ということで、このキャンピングカーの維持費、どのくらいするんだろうって思ってる人結構いるんじゃないですかね。なのでね、今回自動車税納税通知書が届きましたので、そちらを皆さんにお見せしたいと思います。はい、自動車税。じゃじゃーん。ということでね、僕は北海道釧路市の方に、住所を置いてますので、そちらから納税通知が来ております。まあ早速ですけども、キャンピングカーの謝税、はい、いくらかと言いますと、今回僕の謝税額は、46,900円です。はい。でですね、今回参考までに、僕のこのキャンピングカーの仕様ですね、はい。こちらは、8ナンバー。はい。8ナンバーで、キャンピングカー仕様ということですね。はい。自家用車です。で、重量の方は、車両総重量として3345キロということで、まあ3トンくらいですね。排気量ですけども、排気量は 2.98 リッターということで、まあ3リッター未満っていう形となります。はい。で、乗用車、一般乗用車ですね。一般乗用車の3リットル以下、の謝税額と言いますと、自家用車で51,000円。はい。ってことはですよね、キャンピングカーの納税が46,900円ということで、実は普通の一般乗用車よりも納税額が安いんですよ。はい。なのでね、キャンピングカーの維持費が高いってね、思っている方がね、結構多いみたいなんですけども、意外と安いんです。はい。あとは燃費とかですね、そういった部分でいろいろ差が出てきますけども、僕のこのキャンピングカーで燃費は8から11くらい。まあ冬と夏とでね、北海道だとだいぶ変わったりするんですけど、まあ割と悪くないっていう感じの感覚では僕はありますね。僕のこのキャンピングカーはね、軽油のディーゼルなので、まあさらにガソリン代ですね、燃料費としては少し安いっていう形で、意外とこのキャンピングカーにかかる費用っていうのは少ないということでした。はい、今日はこんな感じで動画を終了したいと思います。高評価とチャンネル登録お待ちしています。では、またね。